ど、いえ、その大したことじゃないんです。ただそれはなんというか少々心外ね。悪い意味じゃなくて、コウ先輩も昔からそんな風に何かと気にかけてくれてたんです。小さい頃のあの夏休みだってそうでした。九州からお父さん、師範と一緒に九重の道場に修行に来て、とてつもなく厳しかったけど、みるみる上達していくのが実感できて、そんなある日、少しの気の緩みから、その時、真っ先に気づいて駆けつけてくれたのが。おい、大丈夫か、ソラボー。みたいですね。ええ、なんとかに。だけど今の異界迷宮は考えすぎなのかしら。え？いえ、気に。それよりソラちゃん、怪我はないわね。はい、おかげさま。アスカ先輩、必要な時は必ず呼んでくだ。私もコウ先輩もいつでもお待ちしてますから。これからもよろしくね。
Mm-hmm.